モンテギュイコールルイコールブランは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地域県、ピュイドイコールドーム県のコミューン。サンジュリアン村落コミューンは、県南部にあり、アリエ川の支流クーズ・シャンボン川が流れる。モンテギュイコールルイコールブランの村落のほか、コミューンは5つの村落や集落であるサンジュリアン、レニャ、グルドン、シャズー、クーー・トゥーで構成されている。 標高が最も低い地点はコミューンの東側、クーズシャンボン川がモンテ牛イコールルイコールブランを流れ出て隣のシャンペイへ向かう地点である。標高が最も高いのはコミューンの北西部ピュイドグルドンである。クーズシャンボン川を見下ろす河口岸の路頭の上にコミューンはあり、県道七十一号線、六百三十九号線、九百九十六号線の 交差地点の上にある。コミューンは直線距離では、イソアールの西北西 13km、ベスイコールエイコールサンタナの北東 15km のところにある。地名によると、サンジュリアンの村落は11世紀に城の建設中に作られたモンテギュイコールルイコールブランよりも以前からあった。モンテギュイコールルイコールブランは、城の暗い姿が支配的である。 それは、1450年代に作られたギオーム・ルベルの紋章に含まれたデザインによって証明されているように、印象的な中世の要塞である。モンテキュー家は強力な領主の家系で、オーベルニュのドーファン家の宝土に城を所有していた。周囲をブドウ畑や果樹園で囲まれたコミュームは、南フランスの魅力を持っている。創イコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、 2004年以降 INSEE 商業と工芸品製造が行われる。観光では2軒のホテル、シャンブルドット、キャンプ場がある。ありがとうございます。